<laughs> はじめましてこんばんはヨッピーさんこんばんはありがとうございます自己紹介キャッチフレーズをしていただきたいんですえギュラねちょっと聞いてくださいキャッチフレーズあのちゃんとしたのがちょっとなくてまだもうどうしようと思ってね なんか思い込まないんですよ。なんか、なんかみんな結構、あの ST48、ST48 チャンネルでも言ってた子とかいたじゃないですか。自己紹介のキャッチフレーズみたいなの。どうしようと思って。どうしたらいい <laughs> どうしたらいい <laughs> あ自己紹介も楽しみえー、ちょっと待って自己紹介な決まってないどうしたらいい んちゃんの自己紹介ね可愛か,かったもう可愛い本当に本当にかわいいなんかそうまだ自己紹介の決めて決まってないのそうなんですよなんかこういう感じかなとか思ってるのはあるんだけど難しいんですよ 「君のことは絶対忘れないよ」「あの頃一番好きだったのは」「ちの一本道」 ファンからのアイディアもらって決めてみてえ、皆さんちょっと何がありますかちょっと参考にしてみたいんですけど池田ちゃんのパートはどこですか春夏秋冬ですか春夏秋冬は 満開の夢はずっとけないって信じてたとサビとあとあれです。桜を咲いてはいないけど懐かしい形式だです。そうです。あとまたサビ。って感じ。 あの頃一番好きだったのは近くの一本道桜咲いては両脇に咲き乱れ綺麗だ僕らは何度も行ったり来たり往復していたね 今思えば何をそんなに語り合ったのだろう風が吹いて枝が揺れて花びら舞い散っても満開の夢はずっと消えないって信じてた瞬間しゅうぶ過ぎてゆくよできなかった 何か残してそしてまた次に巡るまで次のチャンス待つんだあれからずっと空を見上げ今度こそはと誓うものなのか花は咲いて散ってまた咲く日まで君のことは絶対忘れないよ 好き「桜は咲いてはいないけど」懐かしい景色「懐かしい景色懐かしい景色だ」「君は今どこを歩いているのだろう」「どんな後悔を」 「この空見上げるのか」「瞬間シュート過ぎてゆくよ」「できなかった何か残して」「そしてまた次に巡るまで」「次のチャンス待つんだ」「あれからずっと空を見上げ」 「このこそはと違うものなのか」「花は咲いて散ってまた咲く日まで」「何度だって夢を見せてくれるよ」 え STU で一番イケたのは池田ちゃんっていうシンプルなえー、でもイケたルコねちょっといっぱいいるんだけど <laughs> タクチレイカちゃんのボバメに池田ちゃんがずっと励ましてくれるから頑張れたって書いてあるえー、嬉しい待って本当に <laughs> そう。<laughs> 嬉しいですそれはそういかちゃんとはねよくねずっと結構一緒にいるのでねそんなことを書いてくれてたんですねいかちゃん知らなかった <laughs> 嬉しいです嬉しいです <laughs> オーディションでは何歌ったのオオーーデディィシショョンンですかオーディションはねあ森高千里さんのあの待って森高千里さんのねえっとえっと <laughs> 待って森高千里さんの曲を歌いましたちょっと待ってマジで森高千里さんの歌歌ったの 渡らせ橋ではないんだけど「雨がいたい」っていうのは違うんですけどでも,渡らせも「渡良瀬橋」も悩んだ時はある「渡良瀬橋で見る夕日をあなたはとても好きだった」 「きれいなとこでそんだったね」「ここに住みたいと言った」「森高千里さんだったんだけど何だったか忘れちゃった。題名が思いい出せない ちょっとまたねあの、言いますいい子やんえでもほんとにそういろいろね あ、そう待って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 モバメを送りたいんですよ間接的に聞くのって嬉しいだろうねうん嬉しかった <laughs> ありがとうございます教えてくださってちょっとじゃあ一旦待ってじゃあ45分までやりたいと思いますで45分が。 あの、終わったら45分が終わったら45分になったら一旦切ってそれでまた8時からショールームしたいと思いますはいああ千人さん突破ありがとうございます五千人さんありがとうございます ともっちさん。やちゃんのダイいやとうまい棒 <laughs> 嬉しいありがとうございますくっつきたい動物はコアラメンバーにくっつくのはユアラえっ、ー、ありがとうございます皆さんちょっといろいろ,いろ。 教えてくださって。ありがとうございます。どうしよう。そう、また。やりたいと思うので。自己紹介楽しみにしてますね。ええー、ちょっと頑張ってね、考えたいと思います。 ね聞いてくださいよこっちなるんですよ。<laughs> こっちなら。せーの。無理です。こっちはなる。でもこっちはなりません。 やばいちょっと今もうちょっと44分になっちゃったので壇上のことを読みたいと思いますはいまたねもばめ書いて戻ってくるのでねあのはい8時5分くらいかな8時5分くらいに戻ってくるので皆さんはい、えー、13位とよちゃんさん12位大村さん11位でごいちさん10位ますおさん えー、9位ゆまぽんさん8位斉藤さん7位しまじろうさん、えー、6位てっちゃんさん5位よしたるさん4位ふうかさん3位もひかんだいなそうさん2位のっぴーさん,2位ノッピーさんそして1位はドゥルルルルンたかもんさんありがとうございますありがとうございますみなさんありがとうございましたあとでまた あのまたあれだえっ黒の小さん本当ですか嬉しいです皆さんありがとうございましたまた8時5分くらいから始めるのではい予定時間を出すのでこれ終わったらすぐになので皆さん来てくださいメールも送るからねそれも見てくださーい また後でねーあと十二十分後ぐらいまた <laughs> バイバーイバ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 イ